はい、注目に最大のコーナーです。週刊記録の和田です。はい、こちらです。はい、今週でというか今年最後の東京と京都の開催ということになります。はい、土曜日に重賞の京都に再ステークスが組まれておりますけれども、はい、当初はまあヘンリーバロードという、2戦目を圧勝したのが、人気を集めるかなというところだったんでおりますが、はい、ちょっとまあ休養に入ることになってしまいまして、まあ、一転して混戦ムードも漂うんですけど、まず実績面でいくと、奥の特別勝ちのあるタイムフライヤーということになります。はい、まあ、3戦2勝でここに来たわけですけど、ここまで振り返ってどうでしょう。はい、そうですね、まあ、新馬戦はロックディスタウンの2着ということで、はい、その後で2勝、まあ、能力的にもそこは見せてないですし、うん、前回のね、ハギステークスは、非常に馬場の悪い中での競馬だったんですけど、はい、外に持ち出したら一気に伸びて、うん、突き放した、うん、ちょっと1頭だけ違う足を見せての快勝でしたね。はい、まあ馬場は重くなくても大丈夫。そうですね、うん、まあ道歩も確かにうまいんでしょうけど、うん、まあ、新馬戦のね見せた32秒台の質が出ます。 それを考えると両馬場ならもっと切れるんじゃないかなという感じはありますよね。はい、それからまあ2勝馬でマイハートビートという馬もいるんですけど、まあ、これはデビュー戦が4着なんですけど、これがモーリスが勝った、モーリスじゃない、ルーカスが勝った、結構あのハイレベルな、はい、みんな続々と勝ち上がってる組でね、なんですけど、まあ、2戦目からこれも連勝で地味に強い、うんうん、地味に強い感じですけど、はい、まあ、前回もそんな人気になってたわけじゃないんですけれど、はい、しぶとく伸びて、うん、ちょっとロスのない競馬もできてね、いい感じで流れも流れて、うん、最後しぶとく首差ですけどね、はい、捉えきったという感じで、京都の、ね、内回りで実際にこの間ああ、そうですね、うん、舞台も合ってるのかなという感じがしますね。うん、まあ、未勝利戦でさやかちゃん任せてますけど、これがアルテミスステークスリチャルですからね、まあ、オスメスの違いはあれ、まあ、現時点の2歳戦では、仕上がりも早いかなと、はい、うん、1戦ごとに力をつけてきている感じだと思います。あとは新馬を勝った馬ということなんですけど、まあ、アタックレイルですかね、はい、武井とか騎手とのコンビでデビュー戦勝ちましたけど、これが、まあ、不良馬場でしたね。そうですね、まあ、いわゆる菊花賞当日の 2000m、出世馬が多く出るレースと言われている新馬戦なんですけど、はい、もうひどい馬場でね、うん、2000m で、2分12秒切る 2200m とか違いますよね、間違えるような時計だったんですけど、うん、レースぶりとしてはね、もう、まあ、ちょっと出は悪かったんですけど、前につけても折り合いもついて、うん、上手にね、そこからは走っていたかなと、センスのある馬だなという感じがしましたね。うん、結構このラップの急激な上がりを対応したんですね、これね、13秒0から11秒5っていうところで、まあ、スローペースでしたけど、はい、うん、まあ、両側でもこれ瞬発力発揮できるんじゃないかなってイメージは湧きますかね。そうですね、はい、楽しみですね、どんな走りをするか、はい、なるほど、はい、それからスラッシュメタル、これバーコース参考ですね、まあ、これも京都の2000の内回りかで買ってきたってわけですけど、はい、はい、まあ、1馬身4分の3で、まあ、姉妹の良さが上げだったかな、これも11秒3連発で抜け出したという感じですけど、はい、はい、これはどうですか。そうですね、これもあんまり初戦人気にはなってなかったんですけどね、結構味のある競馬をして打ってしっかりしてるなという感じがありますよね。うん、まあ、これもまあ1回使った馬積みでどこまでかというところで、まあ、それからベゴニア賞とか白菊賞あるんですけど、まあ、白菊賞かな、まずは、あれです、オルフェブルの妹、はい、デルニアオール、うん、デビュー戦はなかなか鮮やかでしたね、一番人気でしたけど、はい、まあ、専用で勝ちましたけど、この決闘なんで、はい、そうですね、天童くん伸びるのは、はい、全然 OK かなというところがありますかね。はい、それから東京で勝ったリニーノーブルって強かったんですか、これ、うん、
ジュラシック3部ですけど、はい、はい、タンバシンハンター、そうですね、あえて控える競馬を試すような感じのレースっぷりでね、うん、はい、それでしまいをしっかり伸びてますね、うん、こちらもいい素質を秘めてるなという感じがしますね。ドア2戦目で勝ったレッドアンディーニもまあまあディープインパクト3区ですし、はい、まあ、この辺の争いになるかなと思います。でベゴニア賞も去年サトナーレス、カスタロゴタイプ、うん、まあ、旭川につながるレースですけど、はい、はい、まあここはちょっと人気になりそうな関東馬でアンブロジオかなという感じですかね。これ2戦目勝ちましたけど、まあ、時計も35秒台なら優勝なのかなという感じはします。はい、はい、ローズキングダム3区ですけど、はい、なかなかのものを持っていると思いますので、はい、はい、まあ、ここかって親子制覇の鮮やかに行ったら面白いかななんて思ったりをしております。はい、あと新馬戦なんですけどね、ついに来ましたら東京の目玉レースがジャパンカップで、はい、まあ、早くからちょっと素質バトロイかなという噂はあったんですけど、うん、その通り皆さんこう順調に来たようでですね、まあ、まず一番人気になりそうなイメージがあるのは堀厩舎のブレステイキングですけど、ディープインパクトさんとね、お兄ちゃんヘリファルテは4戦3勝、ね、能力は見せておるんですけど、はい、これ1週前ムーア騎手乗って、まあ、1000万のクラシコに4馬身に先着という豪快な動きを見せましたね。はい、はい、まあ、陣営も、今年の世代の中でも1年を争う存在ぐらいの勢いのコメントが出てもおりました。はい、はい、まだ楽しみです、それからどうなんですか、気になるのは、うん、ちょっとつぶぞろいで、はい、気になるんですけど、はい、そうですね、じゃあ国枝厩舎のフィラータ、はい、フィラータね、はい、はい、という、まあ、おばあさんがトゥザビクトリーという結果で、黒船産区で、はい、もう金子オーナーのこう結晶みたいな、馬なんですけども、はい、まあ、黒船産区にしてはそんなごっつい感じじゃなくて、本当芝で軽い走りができそうなタイプで、うん、今後の伸びしろもありそうな感じです。うんうん、はい、うん、以上これね、はい、うん、あとまあダートなんですけどね、前日のダート戦6にメジャーラプソディ、これはメジャーエンブレムの妹になるわけですけど、まあ、ゴールドアルールに何か変わって、はい、まあ、ダートっぽい感じには出てるんですけど、それでもやっぱり手先が軽いというところで、これもまあデビュー勝ちを狙える素材かなと思います。はい、はい、今週は京都より東京ですよ、注目は新馬ね、そうですね、はい、まあ、カプレア賞もありますので、まあ、その辺をお楽しみいただきたいなと思っておりますので、はい、はい、以上でよろしいでしょうか。そうですね、はい。